環境省は埼玉県所沢市にある施設の広場で除去土壌を再生利用し芝を張る計画できのう周辺住民を集めて説明会を開きました除去土壌は放射能の濃度が基準値を下回ることを確認した上で使い飛散を防ぐために別の土で覆うと説明これに対し参加者からは計画への不安の声と 説明会開催までの経緯に対する不満の声が相次ぎました。風評被害だとかね、えー、あるいはまあ安全性みたいなことが心配だという意見も多かったですしね。雰囲気としてはあのほとんどの人がやっぱり賛成はしかねるという感じでしたね。再生利用を進めるために必要な地元の理解をどうやって得ていくか。 環境省の取り組みが問われています。